皆さんやばいです、見てください、私体中びっしょりなんですけども、どうしてこんなに濡れてるか理由わかりますか？ココちゃんがですね、いつもパパを朝起こすときペロンペロンってベロで舐めて起こしてくるんですよ。これマジの話なんですけども、そしてココちゃんいたずら好きだから、もうペロ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 舐めまくってこんなびしょ濡れになっちゃったんですよ。ちょっとココちゃんお願いだから、もうやめて、これ以上ペロペロするのはやめて。ちょっと来ないで。ペロンペロン巻いてるぞ。ちょっとココちゃんお願いだから来ないで。ちょっと怖いよ、もう恐怖だよ。あ、やめないで。お願いだから舐めないで。あ、やだ。もうまた濡れた。ちょっとココちゃんもびしょ濡れで風邪ひきそうだよ。お願いだからもうちょっと舐めないで。やだ。ちょっと。もう何すんだよ、もうココちゃん。体中びしょ濡れだよ。あ、そうだ。もう怒った。パパが今度は舐めてやる。わあ、ちょっとやめて。やばいです、いたずら好きのココちゃんが何してもやめてくれません。ペロンペロンってしてくるのをですね、あ、そうだ、もう今から私すぐにドライヤーで乾かしたいと思います。もう体中がこんなびしょ濡れになるぐらいこうやってペロンペロンするなんて、まったくココちゃんは来ないでよ。ちょっと来ないで。どうも、シュンズ TV です。今日はですね、こちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。おー、とっても楽しい旅行だね。元ボニーのおもちゃたちもみんな素敵な笑顔だ。ビッグベビーは来てないがな。そうなんです、今日こちらのメンバーの理由は、もともと持ち主がボニーだったおもちゃたちを集めて来てもらいました。まあビッグベビーは質問コーナーをやっていますけども、でもボニーが持ち主ではなかったですからね。パパ、なんで濡れてんの？ああ、もうどうしてパパがこんなに濡れてるのか、ココちゃんのいたずらのせいでしょ。まったくもう、ココちゃんはいつもパパを朝起こすときペロンペロンって舐めて起こすんですよ。今日の朝も早速やられました。寝かしてくれないの、ここちゃん。おやすみ。あ、やだ。汚い。びしょ濡れ。もう舐めないで。分かった？パパ寝るの。もう全くこんな感じで、いつもココちゃんはこういう起こし方をしてくるんですよ。おかげで濡れちゃった。あ、そうだ、ココちゃん。パパの睡眠も奪って、そしてこうやってペロペロしてきたから、パパもココちゃんのことをペロンペロンってしたいと思います。よし、ココちゃん覚悟しとけ。あ、ちょっと、やめろ。ああ、シュンさんとココちゃん楽しそうだね。ああ、我々まで笑顔になる。よろしくお願いします。グーの赤い。うわあ、すごいね、ココちゃん。もうやる気満々ですよ。ああ、そうだ、いいこと考えた。今からみんなでペロペロ鬼ごっこをやりましょう。捕まったらペロンとされる。ああ、シュンさん、とても斬新なアイディアだ。これも演技の練習だ。ああ、でも、それはあまり良くない気がするんだ。そうだろう、ボニーのおもちゃたち。ちょっと何を言ってるんですか、チャックルズ。いいんですよ、じゃあ最初私が鬼をやりたいと思います。捕まえるぞ。あー、ちょっと、あー、そっち逃げるな。またか、ちょっとココちゃん、あれ、ココちゃんどこに行った、ココちゃん。あー、そんなところに逃げた。よし、追いかけるぞ。おー、みんな逃げろ。
ちょっと待って、おもちゃたちがめちゃめちゃ嫌がってるじゃないですか。お豆三兄弟も豆の中に入ってしまいましたけども。あ、シュンさん、シュンさん、バターカップココちゃんがシュンさんにふざけてペロンペロンってやるのはとっても可愛らしいけど。ああ、我々おもちゃはあんまりやられたくないんだがな。それにお友達にもペロンペロンはやらない方がいい。そうか、おもちゃたちはペロンペロンって舐められるの好きじゃないですもんね。ココちゃんはまだ3歳。ふざけてパパやママにペロンってするのは可愛げがありますけども、お友達とかにはやっちゃダメだよね。そうだね。ねえ、ココちゃん。あ、そうだ。じゃあ、ペロンペロン鬼ごっこはやめよっか。確かに、人を舐めたりするのって良くないことですからね。今日はこの後みんなで演技の練習をしよう。あ、楽しかった。ねえ、ココちゃん。パパとココちゃんはすごく楽しんでましたけども、でも、もう、ペロンペロン鬼ごっこはなしで、あ、そうだ。ミスタープリクルパンツの言う通り、今から演技の練習、お遊戯会をやろうよ。あ、お豆三兄弟が怖がって隠れちゃってるけど、ココちゃん、出してあげて。出せるかな、それ。おお、すごい上手。お豆三兄弟はどう？笑ってる？それとも怖がって泣いてる？笑ってる。笑ってる？よかった。あ、本当だ。みんな素敵な笑顔ですね。やっぱりこうやって楽しい旅行なんですから、誰かが嫌な思いをするのはダメですからね。あ、そうだ。それにココちゃん、今度からパパ起こすときはペロンで起こすんじゃなくて、肩とか叩いて朝だよって起こしていい？いいな。あ、偉いね、ココちゃん。じゃあよし、ココちゃん、みんなにバイバイしてから引き続きボニーのおもちゃたちと旅行楽しもうか。あ、そうだね。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。さようなら。あ、だから舐めないで。ああ、今回はビッグベビーはお留守番だから、私とそしてボニーのおもちゃたちで質問コーナーだ。チャックルズとビッグベビーに質問です。サーカスは好きですか？ああ、大好きだ。私はご覧の通りピエロなのだ。だからよくみんなの前でサーカスを披露したりしているよ。チャックルズへ、いつも見てます。ああ、とてもありがたい。見てくださってる方に我々はみんな心から感謝をしているんだ。チャックルズ、ビッグベビーに質問です。富士の樹海というところをご存知でしょうか？日本を代表する心霊スポットなので、ぜひ行ってみてください。ああ、お化けは怖いがとても興味はあるな。ああ、そうだ、この後はみんなでお化け屋敷ごっこをしよう。そうすれば演技の練習にもなるしな。これを見てるみんな、どうか頼む。チャンネル登録と高評価をしてほしい。高評価の数だけ私の顔にメイクが増える。そしてチャンネル登録してくれれば、我々みんなに笑顔が増える。これからも素敵な笑顔でいよう、ボニーのおもちゃたち。それじゃあ皆さん、また明日。